内定を集め、これが最後見ていきましょう。関東勢 VS 九州東京5のチーム見ていきましょう。見事に遠征勢チーム同士の対決になりました。見ていきましょう。さあ、R VS T.I 式、お互いスタイルハーフ。さあ、開幕はジャンプからの、おっと、さあ、早くもアワレワールドが展開されているが、着地側にコパンが刺さって T.I がワンコンボ行きたかったが勝利はしめなかった。さあ、お玉だったか、そうですよね。さあ、シールド4でカウンターいただく。さあ、おー、いいコンボ。前鉄がやってたコンボさ、あれチケタツ式。さあ、ダウン打ちしっかりゲージも回収している。おっと、回転が速すぎる。もう一丁いった。そしてまた鉄コン、鉄コンじゃないな、あれ釣られた。最後はしゃがし。はい、もうみんなギャラリーどんどん煽ってね、煽れ煽れさあ、2ラウンド目はジャンシーカウンターから。さあ、食うだけ。 R がよく見てる。さあ、ここでバンカー投げて、さあ、ギジリタが刺さる。ホコリ、いいえ、ホコリが刺さって、さあ、ひたすら引きこもって、さあ、これの繰り返し。そしてまた引きこもる。さあ、どうすんの。そう、いい具合に潰す。噛み合ったか、対策なのか、よくわからん。さあ、画面端押し込んで、酒をよく見ている。さあ、体力差ほうないが、ここで士気がマックス。さあ、まだわからん。さあ、隙間はなかった。さあ、ここでダッシュでくぐっている。うまい。さあ、最後はバクスの隙にジャンシー。さあ、三立てを築いてきた哀れ、マーブルが切れましたかいやー、 T.I 強い、強いっすね。さすが伸び大国関東、あとネロか多すぎんねんそう考えると関西で士気少ないな。なあ、さあ、そんなことで、中堅出てきたのは若のフルコハグ。関東勢やね、合同チームやね、今回。これはお互い身内なんでしょうか。お互い手の内は分かってる感じですかね。さあさあ、関東勢同士の対決見ていきましょう。先方中継戦、さあ、一気に進め、おっと、あとには取れない。あ、ここです。もうすでに身内を見が始まってたんでしょうか。さあ、逆に試しが出てしまう。そしてその隙にワンコンボ。よし。おっと、潰す。あーっと、シールドカウンターが出ない。さあ、今の EX 勝利まで出したかったが、出なかった。さあ、気がつけばもう琥珀は体力ほぼ2割。どっち。さあ、裏落ちジャンシーは当たらなかったが、投げてさあ、なんとかバイタル戻したい。怖がゲージを貯めたいが、ジャンシーカウンター、ジャンシー A、B と決めて T.I が一歩選手。うまい。さあ、2本目。さあ、ゲージ状況 290% 対 40%、駒が有利な状況って感じでしょうか。トップ、さあ、お宮が続く。よし。さあ、奥田さんの読みが刺さるが、着地系だ。バットで締めて、さあ、奥瀬の選択。さあ、画面下アンバーで、お途中でやめて、さあ、またも奥瀬ね。さあ、状況自体このシール作戦が、さあ、4B の2発目はヒット。そして B ショック打つ。さあ 4B がかなり効果的に機能している。そしてバンカー、ようやくワッカハウスから抜けてラッキーバンカーで抜けて画面端投げて、さあここはカッキー、きっちりホームランを決めて若が一本取り返す。14、2フレらしいです。2って結構厳しいよ。さあ最初なんだ、投げて、さあシーラー、あれなかなか警戒できないですからね。さあここはイニキャン使ってゲージを回復、おっと、さあここでダウンを打ちゲージを稼ぐ、投げて投げて、おっと投げを読んだが、さあ AX だからタックルがワンコンボ、3700がでかい、おお身内読みすぎる最後読みが冴えてた。多分今のは見てからやと思う。ほんまに、うん、仕込んでたと思う。すごいな。だってもう T.I 君もうやったやな、いやもうな、ほらもう言ったらもうそうやねんそうやねん